さあというわけでやってまいります、ウォーサンダーですね。というわけで、早速、迂回上昇したいと思います。で、今回使っていくのはこちらですね、 F4F ワイルドキャットですねの4型に今乗っております。4型ね、全然見ませんからね、使ってる人本当に見ませんからね。エアポケモンですね、ある意味ね。で、ねえ、ご覧の通り P40 に思いっきり置いてかれてますね。もう上昇力が相当低いですね。上昇力以外もですね、やっぱり重いんですね、飛行機はね。なので機体性能としては相当低いので、やっぱりみんな使わないんですね。まあそんな飛行機を今回はあえて使っていきたいと思います。まあ上昇力が低いということで、相手に頭を抑えられてしまうのは仕方ないですね。P40 に本当に置いてかれますからね。で、あれが相手のトップですね。もうダメですね。トップに頭を抑えられてしまいますので、なるべく、味方のスポーンポイントに近い場面で戦いたいところですね。ただですね、このワイルドキャットの長所としまして、M2 ブローディングですか、を6問積んでいます。この BR 隊でね、6問はかなり強力なんでね。どうしようかな。とりあえず下に降りる前にですね、今目の前でやってるんで、あの目の前でやってるところにちょっと遊びに行きたいと思います。あれ。よし。こんなところでしょうかね。やっぱりね、ブローニング、撃墜できましたね。やっぱりブローニングは強力ですね。これを6問積んでるので、この火力を生かしたね、一撃離脱ですね。本当に教科書通りの一撃離脱を繰り返して、なんとか、チームの勝利に貢献していきたいと思います。とはいうもののですね、やっぱりね、本当に機体性能が低いのでね、あっち、はい、よし、こんなところか。まあこんな感じで一撃離脱を、ね、繰り返していくしかないですね。さて、またこうして上に戻ってきたんですけれども、ああやってね、下の方でわちゃわちゃとやってくれるのはありがたいですね。本当にね、ここまで登ってくるのにね、結構時間かかっちゃうんだよね。ああいう、はみ出し物を買っていくことぐらいしかできませんからね、と思い、あれ、落ちるかな？落ちるっぽいですね。落ちるかな？落ちた。ね。じゃあ、次行きます。タイミングが悪かったですね。タイミングがね。まあ、こういうこともありますね。ただこういう風にね、低空の方でやってくれるのはありがたいですね。もう本当にね、上昇力がないのでね。数的には有利なのでね、そこまで敵に食いつかれるということはなさそうではあるんですけども、食いつかれたら結構逃げられないところがあるんでね。はい、よーし、ね、あえて、味方を追っている敵、ちょっと危ない、痛い、しまった、エンジンやられた、あーっとっとっと、ただでさえ遅いのに、エンジン、危ない、まずいですね、あー、まずい、これは良くない、これはよろしくないですね。どうしようかな。なんとか、安定したかな。230キロですね。230キロで水平飛行が可能です。このまま自爆するのもったいないので、少しでもね、戦ってね、SL を稼ぎたいところですね。本当にね、シルバーライオンをね、少しでも軽んじてしまいます。うわ、なんかすごい。少しでもね、本当に稼がないとね、あっという間に
活しちゃう。とは言ってもこの速度か。ダメかな？ダメっぽいかな？はい、やった。とりあえず一気ですね。一気撃墜できました。まあね、230キロであったとしても、やっぱり6門のブローイングはさすがですね。頼もしいですね。一応ですね、今積んでる6門のブローイングはですね、初期型なので、ベルトの方があんまり良くないんですけれども、それでもね、この威力ですからね。頼もしい限りですね。足出るの遅いな。大丈夫かな？大丈夫？間に合うかな？間に合った？はい、綺麗に着陸できましたね。もうさすがにね、もう戦場が上の方に移ってしまったのでね、さすがに乗ってられないので、ここで機体を放棄します。まあしょうがないですね。さあというわけで、今度は3型ですね。 F4F3 に乗ってやってまいりました。3型なんですけれども、4型と比べてね、ブローニングが2門少ない代わりに機体性能がいいんですね。で、味方なんですけれども、現在味方がねちょっとダメですね。もう数的にも不利ですし、飛んでるのもねもう爆撃機が多いので、もうこの試合は多分負けるんでしょうけれどもね、ソードフィッシュがねわざわざ出てきてくれてるので、お付き合いしましょう最後までね。で、3型なんですけれども、本当にね、機体性能がだいぶ良くなるんですよ。4型と比べるとね。ブローニングがですね、歴史的な事実においてもですね、本当に重いものだったらしくてですね、それを2門下ろしただけで、だいぶ機体性能が良くなるんですね。下もうダメですね。なんか来てますね。スモーク焚いて来てますね。あれは私を狙ってるのかな。あれは私を狙ってる。あ、私の方来てますね。ならば頭を押さえてしまいましょう。ハンマーヘッドと行きたいところなんですけどね。この高度差で、やるのはどうかなとは思うんですけどね。マルキューですしね。痛い。7ミリだと思うんで、そんなに大丈夫。多分いけるとは思います。痛い。はい、綺麗に決まりましたね。まあ、さすがにね、あの高度差がついてれば、ハンマーヘッドが決まりましたね。そうですね。このまま上空でね、上からついばむ。なんか来てますね。またさっきの人かな？またなんか、さっきの人っぽいな。まあそうですね。また同じようなパターンで。どうでしょう？服用機か。はい、なんとか粘ってやりましたね。よかったよかった。こういう風にですね、上空に留まって、下から突き上げてくる人たちを買っていってもいいんですけれどもね。それですと単純に試合が長引くばっかりでね。もう二人しかいないのか。もうこっち二人しかいないんですね。もうさっさとじゃあ試合終わらせた方がいいかもしれませんね。また来てる。また来てるのか。背景ね。さあ、どう？まあさすがに逃げられますね。同じ鉄は踏まない人ですね。さあどうしたもんか。もう本当にね、このままやってって言ってもね、試合が長引くばっかりなので、そうですね、もうさっさとこの A ポイントを占領してもらっ
った方がいいかもしれませんね。もうこのまま行ってしまいましょう。なるべく、多くの敵をね、道連れにしていきたいところですね。ダメか。よし、そうですね。じゃあこのまま占領ポイントの外に、うわ、すっごい割れてるすごい来てますね。1、2、3、4、5、6、7、8機ですかね。8機に追われてますね。まあそりゃそうですね。あ、また味方が出てきてくれてますね。律儀な人ですね。ああいう律儀な人は好きですよ。さすがにドルニエの方が早いか。シチューにカツを求めましょう。一回突き抜けます。相手の攻撃もらった。よし、一回かわしました。でもう一回ひねりましょう。よし、で、このまま逃げ切りましょう。このまま逃げ切りましょう。で、スモーク焚きます。スモーク焚いて、少しでも生還率、あ、はい、なんとか逃げ切りましたね。よかったよかった、なんとか逃げ切りました。何キルかな。なんとかなりましたね。7キル1アシストの1です。でしたね。まあさすがにね、もうワイルドキャットでこれ以上の、あ、まだ、あ、そうか、まだ3型ってインジェクター交換しなかったんだ。まあこんなところでしょう。まあさすがにね、ワイルドキャットでこれ以上の、成績を望むのは難しいと思います。はい、というわけで、今回は F4Fワイルドキャットを使ってみました。やっぱりですね、機体の性能はそこまで高くはありません。なので不人気になってしまうのもわかりますね。ただですね、今回のように M2 ブローリングの強力な火力を活かせれば、十分に戦えるということが分かっていただけたかなと思います。というわけで、今回の動画は以上となります。ご視聴ありがとうございました。もしよろしかったら次回も見てくださると嬉しいです。というわけで、チャンネル登録、高評価の方をよろしくお願いします。それでは、四季島でした。